ご覧いただいてありがとうございます。どうぞお座りください。よろしくお願いします。珍しいバイカラーの襟、ね、ちょっとおしゃれしてみました。今日私は、はい、この私の家には不似合いだという不評ですか、不評のね、はい、まあ、素敵な、ありがとうございます、お、はい、ありがとうございます、褒め合ってみました、はい、ね、あのもう 先月になるのかな、うん、今最初冒頭に、はい、星のフラメンコをちょっと入れて、ね、はい、聞いてくださいましたけれども、最後照子さんがお亡くなりになられました。ねえ、本当に、まあ、人はいつかこうやって召されるんだけれども、うん、あのあまりにもこうイメージがお元気で歌っていらっしゃるとか、あのドラマ、ね、ドラマ時代劇、うん、演じていらっしゃるって姿があまりにもまだね、あの脳裏にリアルにあるので、うん、あのこう信じがたいっていうのが、まあ、そんなにあのでたびたびお目にかかれるような大先輩ではなかったんですが、ちらっとこうご挨拶でと、うん、だけどやっぱりお会いした時の印象とかってありますのでね、うんうん、常にかっこいいっていうなんかイメージが、いや本当です、うん、あのご病気になられて、うん、あの闘病してらっしゃるのも、まあ、世の中の皆様ご存知の方は多く、うん、公表してらっしゃる、ね、そうなんです、ちゃんと公表なさって、それであの病気とご自分も取り組んでいらっしゃって、うんうん、でもあのそれでもかっこよかったんですよね、うん、だからなんかやっぱりダンディズムっていうのかしら、うん、自分のイメージってあのちゃんと持たれたスターさん、うん、そうスターっていうことが、御三家ってお一人お一人すべて、うん、橋さんも船木先輩も皆さんあの個性が違うけど皆さんスターでしょ、うん、でその中でもあの特にこう、まあ、途中から役者さんのイメージが強くなられた方で、うんうん、でね、エミリーさんのようなお嬢さんもいらっしゃって、芸能ご一家っていう ね、そういう華やかなイメージの方だった、うん、で今日はあのこう作家泉拓先生の作品を、はい、あのそう選曲は、ね、そう泉拓先生の作品の中から名曲をって言ったら、あの西郷輝彦さんの歌ってた、私がね、うん、この曲を選んだんです、実は願いという曲、そう、あ、そうですね、願いという曲で、うん、手のひらは太陽にと、ですごく対照的なものをもう一曲選びたいと思って、うん、で個人的にこの願いという西郷輝彦さんの歌はあのテレビ時代劇のエンディングテーマ曲だったと思うんです、うん、江戸切りこれね、子供なのに私この時代劇が大好きで、でその中に出てくる西郷さんとあと松坂慶子さんがね、本当に美男美女で子供だけど本当に毎回憧れて見ていた、でそのお歌もすごくかっこいいんですよ、もういかにもね、やっぱり泉拓先生が作られたんだから今はわかるけど、ちゃんと時代劇を意識したこの前奏、始まりからもここから何かが始まるよっていう感じの音で表現して、であの人生を歌ったこの詩なんだけど、人はまあ何に向かって生きていくのかっていうのすごく大きなテーマ、子供の頃はそんな意味わからない、ただ歌としてすごく歌詞もちゃんと覚えているくらいあの好きなものだったので、これをぜひやりたいって言って選んだ後にあの亡くなられてしまってね、うん、っていうことなんですけど、まあね、あの全然接点もないでしょ、お仕事が、うん、仕事的にはないです、うん、けども、御三家って言ってもそのリアルタイムでもまたちょっと私たちはちょっと違いますでしょ、新御三家の世代ですから、あ、ごめんなさい、なんかちょっと勘違いしちゃったみたいで、なんでしょう、そんなめちゃくちゃ年が離れてるわけじゃないですよ、ごめんなさい、私はそのつもりで喋ってて、はい、もしかしたら両方してるのかなみたいな、ね、でもこうやってでもね、一つあのちょっと話がそれちゃうかもしれないけど、あの石原慎太郎さんが亡くなられたことも、うん、お目にかかったこともあのすれ違ったことも多分この人生の中でない方だけど、明らかにこの昭和っていう時代がね、あの終わったんだなっていうことを、今頃何言ってんのって、平成も終わったしってね言われるかもしれないんだけど、それを思い知らされるような、そうですね、これレジェンド的な存在の方が次々とね、うんうん、そうなんですよ、亡くなられるので、時代が今のレジェンドって言葉に余計なこと一つ出すと、その昭和という時代が作った、うんうん、
あの政治家だったり作家だったりスターだったり、これが平成だったり今この令和の時代に同じような西郷さんもそう、まあ石原さんもそうですけれども、そういうまた人物がね生まれるのかなって、ちょっとあの個人的にはどうなんだろうなっていう感じで思っちゃいますけどね。いやでもほら、うん、我々がね昭和の時代に大正明治って、はい、明治時代って世代が昔と思ったけど、今の人は令和の人はさ、うん、令和、平成、昭和ってすごい昔だと感じてるのか、それと同じでしょ、だって。あー、そっか、そっか、我々が明治時代のことをこう、だって教科書に出てきた感じですもの、うん、でも今の子供たちはそうやって昭和という時代を学んでいくんだ、うん、戦争があったとか、うん、いろんなこと知らないんだもん、だってそっか、そっか、うん、でもすごいあの戦争もあったし、うん、いろんなことが高度成長した時代でもあったし、うん、まあ、また明治とはね江戸時代から変わったあの明治もすごいけれども、違う意味ですごいエネルギッシュな時代だった。そうね、昭和って本当に宝物がいっぱいある。音楽もやっぱり結局こうやってお家で音楽会でも掘り出してきて歌っているのはっていうと、多分ちゃんと調べるとほとんど昭和のものです。平成のもの私たちあまり歌っていないかもしれない。あまり知らない。何を調べますか。もうこう見えてですね、本当に新しいもん好きと言いますか、いいなってます。いい、私全部小原さん経由で新しいもん。そうですか。悔しいと思って、小原さんが何か言って知らないことだらけなので、うん、もう勉強をさせていただいてますけど、うん、はい、そっか、そういうことなんだね。でも願いは美香さんから、うん、はい、これだって、ね、ました、はい、昭和の歌ですか。そうですね。あ、そうです、はい、とってもいい歌で、詩、はい、も山上道夫先生のあの作詞で、あ、まさにそうだなと思うような非常にあの素晴らしい作品ですので、今日はもうね、まあ、こういう亡くなられた後に歌うことになってしまいましたけれど、とてもいい作品残してくださった、願いを聞いてください。Yeah.